はいこんばんはフレッドの恐竜チャンネルです今回は箱に入った恐竜フィギュアたちをたくさん紹介していきたいと思います僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画を大量に上げているので是非高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますはい、ではまず、えっと、中古で買ったね恐竜フィギュアたちを見ていきたいと思いますまずはこちらですねアロサウルスかなフクイーラプトルかちょっとわからないですけど肉食恐竜のフィギュアですね値段がブックオフで110円でした 開けていきましょうかちなみにこれよく行くブックオフでもう1体売ってたんですけど1体だけしか買えませんでしたね、はい、開けていくとこんな感じですえー、っと下を見るとねどうやら土台っぽいものがあったっぽいですけど今回は入ってないですねはいざっと見ていくとこんな感じですえー、っとですね あのー、国内のメーカーさんだと思うんですけどちょっとね名前がわからないんですがよく博物館とかに売られてますよね博物館とか恐竜のロボットのイベントとかね、あのー、そういうところで売られてますよねはい、えー、こんな感じです造形はね結構リアルですね、はい、ただなんか、あのー、直立というかあのー ポージングとかがないんでねちょっと寂しいというか他の恐竜たちと置くと,置くとちょっとなんかあの迫力に欠けるなっていう気はしますけど、えー、そんな感じです、えー、色がですね、えー、と元のプラスチックが茶色で、えー、茶色にですね黄色っぽい色と、えー、焦げ茶のね色がついてますねカウンマップで見せると結構リアルだと思います、はい、次ですね ケラトサウルスのこれはガチャガチャか何かのフィギュアだと思いますね。これ結構昔に買ってたんですけど、結局開封せず、なんか、あのー、眠ってました。はい。開けていきましょうか。開けていくと、こんな感じですね。アニアとは違って、ここがね、ボールジョイントになってるんですよね。えっと、先に見せると、こっちの方はね、関節が入ってるのと、足は軸可動なんですけど、 こっちの方はですね、あのー、レゴブロックでいうところのバイオニクルとかヒーローファクトリーみたいに、あのー、ここの部分がですね、あのー、ジョイントになってるんですよね、ボールジョイントに。だから、あのー、いいところとしては、角度をつけやすいっていうところはいいところなんですけど、結構ポロって取れやすくなる、えー、気がしますね、はい。悪いところで言うと。えー、っと、口がこういう感じで開くんですが、ポージングさせるとこんな感じですね。 ま、300円のガチャガチャとしてはね、えー、結構いい感じかなと思います。はい。ただまあ、あの、アニアに比べるとね、どうしてもクオリティ的には劣ってしまうんですが、この感じの肉食恐竜のね、デザインもいいですね。確かアニアだとケラトサウルスは出てないと思うんで、えー、いいんじゃないでしょうか。色はですね、ベージュに、えー、緑っていう感じですね。シンプルな色合いですね。 はい、えー、次です。ブラキオサウルスのフィギュアですね。開けていきましょうか。はい、開けていくと、こんな感じです。これはね、海外の恐竜フィギュアセットで、日本だと楽天市場とかヤフ h o o あ、ヤフーオークションじゃない。オークションか。ヤフーショッピングとかで、あの、手に入るような恐竜フィギュアセットに入っているブラキオサウルスですね。 元になった造形物があるかわからないんですが結構リアルな方だと思いますはいでねミニフィギュアの中ではあのかなり首が長い方でねあのそこもちょっとこだわって作ってあるなと思いますねはいえー、こんな感じです色は灰色でシンプルですねはいよく見るとピンと合うかなえー、っと足の部分にねあのー、肉球じゃないですけどあのー リアルな足跡みたいなのがねつけれるような感じの造形もされてますねはいえー、ということでねえっ、ー、とー中古で買った恐竜フィギュアは以上になりますはいえー、これからは箱に入ってるね恐竜フィギュアを見ていきましょうかはいまずこちらですねナーストケラトプスですねはいえー、見ていくとこんな感じです これはジュラシック・ワールド炎の王国に出たのかななんかあの、アロサウルスと、なんか、あの、戦う短編作品みたいなのがあったと思うんですけど、あのー、それに出てた気がしますね。はい。えー、こんな感じです。えっ、ー、と、稼働ポイントはね、あのー、ちょっと限られちゃってて、尻尾の部分が先端だけですね、回転するのと、 回転というかジョイントが入ってるので動くのと、えっと、首の、ね、フリルの部分が、えー、動くような感じになってますね、はいえー。ざっと見ていくとこんな感じなんですがあの造形は、ね、かなりリアルですねただなんかあの尻尾が、ね、短い分ちょっとジョイントがついてないっていうのがちょっと制約あるなって感じもしますけど、えー、そんな感じですね。 あと、アニアに関しては、なんか、たか同じタカラトミーの恐竜コロシアムみたいにね、足のジョイントも結構つけてくれるといいんですけど、ついてないものもありますよね。はい。色は、えっ、ー、と、ベージュに、灰色に赤っぽい色ですね。はい。角はベージュです。えー、次です。アニアアニマルアドベンチャーのティラノサウルスレックスですね。 こんな感じです。これはあの、ジュラシックワールドとライセンス組んでるものではなくて、アニアのオリジナルのタイプですね。はい。ざっと見ていくと、こんな感じです。えー、そうだな。歯はジュラシックワールドのものに比べるとちょっと控えめですね。はい。こんな感じです。えー、まあちょっとポージングをさせると、こんな感じですかね。 おたけびを上げてるような、はい、ジョイントはね後ろ足と足足尾の部分が2箇所稼働しますねはい、まあ、この尻尾のジョイントもね見た目的にはちょっと悪いですけど遊んでる時にはね結構この尻尾のジョイントっていうのが結構役立つのでいいんじゃないかなと思いますはい、えー、次ですねスティギモロクのアニアにマルアドベンチャーのフィギュアですね ここれはジュララシックワールドとライセンスを組んんででるものにななりますす、はい、感じですね色がですねえっとベージュっぽい色かなにオレンジと黒っていう感じなんですがやっぱフリルの造形がすごくかっこいいですよねジュラシック・ワールドのねアニアもねティラノサウルスとかはそんなに似てないなって感じなんですけどディメトロドンとかこのスティゲモロクとかはねかなり似てるなっていう印象を受けますねはい。 えー、可動ポイントはさっきの T レックスと一緒ですね。はい、足と尻尾に2か所っていう感じで。まあ、首が動くと良かったかな。なんか新しいアニアのパキキワラサウルスか何かは首が動くっていうのをなんか見たんですけど、えー、っと、これはね首動かないんで、ちょっとあの、スティギモロクの良さがね、活かしきれてないなって気がしますね。若干下向いてる感じなんで、 まあこうして遊ぶ分にはね、えー、いい感じかなとは思うんですけどちょっとね、えー、っと首のジョイントつけてくれるとよかったかなっていうふうには思いますはい、えー、次ですねステゴサウルスのサウンドギミック付きのフィギュアですね、まあ、電池際切れてますけどはいこんな感じです これは昔トイザラスとかで売られていたものになります。えっと、ティラノサウルスとスピノサウルスとステゴサウルスの3種類だったと思うんですけど、僕は T レックスとステゴだけ持ってますね。はい、背中の板がね、互い違いじゃなくて、左右対称に並んでるのがちょっとマイナスポイントかなと思うんですが、造形はそこそこリアルかなと思います。大きさもかなり大きいですよね。アニアと比べると。 一回り二回りぐらい大きいんでいいんじゃないかなと思います、はい、ほんとはここを押すとサウンドギミックがあったんですけど電池切れになってますね、えー、10年ぐらい前のおもちゃなんでもう多分つかないかなと思いますね色はプラスチックがベージュで黒と水色ですねでここに黄色い斑点がありますね 背中の板は元のプラスチックを生かしてベージュ色になってて、そこに黒っぽい色がついてますね。目は黄色です。はい、えー、次ですね。トリケラトプスのフィギュアになります。こんな感じです。これは、まあ、あのー、よくファミレスとかで売られていた恐竜おもちゃセットですね。びっくりドンキーとかガストとかで。はい。えー、こんな感じになりますね。 色は黄色に青っぽい色に目が黄色ですねで口が赤色になっていますまあこの目がねちょっとマイナスポイントかなと思うんですが元の造形はかなりリアルな方だと思います、えー、次ですねベロキラプトルのフィギュアになりますはいこんな感じですねこれは恐竜ワールドジュニアのものなんですけど多分新しいタイプかなっていう気がしますねはい えー、このベロキラプトルはねここにちょっと羽っぽい感じの造形があるのが特徴的ですねはい、えー、こんな感じになります色がですねクリーム色みたいな色に、えー、黒っぽい色ですねはいそして、えー、オレンジっぽい色もついてますね目は赤っぽい色ですかね濃い赤色といえばいいかなはいこんな感じですねはい 腱龍、えー、類の仲間ですねえー、っとここにね角が角じゃないな棘がありますけど最近の学説だと多分手前についてるんですよねだから結構古い造形物かなっていうふうには思いますねはいこんな感じですえー、色がですねえー、っと灰色っぽい色にサンドグリーンがついてて目が黄色ですねあとは黄色っぽい色が 3箇所、ね、塗られていますね、はい、これもね結構昔登録者50人記念ぐらいだった時にあのブックオフでねあのワゴンで投げ売りされてたのを買いましたね、えー、口が大きく開いているトリケラトプスですねこれはこんな感じでね加えさせることができるような、まあ、おもちゃですね、はい、色がですねベージュに青っぽい色ですね えー、ブラキオサウルスのフィギュアです。これはね、恐竜ワールドジュニアのブラキオサウルスを縮小化したような感じのね、えー、フィギュアになるんですが、このセこれが入ってるセット自体はね、別に恐竜ワールドジュニアのおもちゃっていうのは特に入ってなかったんですよね。えー、なんで、なんでブラキオサウルスだけね、縮小化して出したのかは謎ですね。はい。色が全体的に茶色っぽい色ですね。元のプラスチックはベージュかな。はい。えー、そして、えー、っと、焦げ茶色のね、 波線が塗られている感じですね。目は黄色です。はい、やっぱね、恐竜ワールド j ニアは元の造形がいい分ね、いい色で塗る、ちゃんとした色で塗られるとね、化けますね、いい意味ではい、えー。スケリドサウルスっぽいんですが、なぜか口に大きい牙が生えている、えー、恐竜か怪獣か何かですね。はい これもね、海外のおもちゃとか見ると、何種類かなんかバリエーションがあるみたいで、あれなんですが、うん、なんか、なんだろうな、僕的にはね、さっき話したあの登録者 50, 年50人記念の時にね、開封したおもちゃなんで、ちょっと思い入れがありますね。はい。色がね、黄色に茶色っぽい色がついてて、目が青色、口が赤ですね。はい。えー、まあいいんじゃないでしょうか。 木のおもちゃですね。何についてたか覚えてないです。えー、恐竜ワールドジュニアのスピノサウルスですね。はいこんな感じです。ちゃんとね顔が面長な,なんですよね。あのー、最近買ったね恐竜化石コレクションのスピノサウルスは。 まだ、ね、ちょっとメガロサウルスっぽい顔つきなんですが恐竜ワールドジュニアはねちゃんとしてるというかちゃんんとおもながな顔になってるんですよね、まあ、今の学説から言うとちょっと古めにはなってしまうんですけど当時としてはね、まあ、ジュラシック・パーク3の影響もあってか、うん、割と再現度は高い方だったんじゃないかなと思いますね。 まあ恐竜ワールドジュニアもね、いつぐらいから売られてるおもちゃかっていうのがあんまりわからないんですが、多分2009年頃だったと思います。はい。えー、そんな感じですね。色がですね、えっ、ー、と、クリーム色みたいな色に、えっ、ー、と青、青じゃないな、えっ、ー、と、緑っぽい色とか黒っぽい色とか、オレンジとかがね、塗られてますね。はい。こんな感じです。えー、ティラノサウルスのソフビですね。 こんなな感じになります顔の造形が結構リアルですね、はい、全体的にワニっぽい鱗の表現がね強めかなっていう気がしますね色がですねえー、っと茶色っぽい色にオレンジと赤っぽい色ですねはいこんな感じです、えー、ティラノサウルスのフィギュアですねこれもねさっきのトリケラトプスと同じシリーズの、えー、タイプになるんですが えー、こんな感じですね、えー、とこの2体はね最近バンダイさんで、あのー、ガチャガチャになってね同じ型のものが出てるんで興味ある人は探してみてくださいあのおっきめのショッピングモールとか行ったらあると思いますこれと,、えーとね、ステゴサウルスもあります3種類ありますね、はいえー、色がですね黄色っぽい色に茶色っぽい色がついてて目がエメラルドグリーンみたいな感じですね ティラノサウルスっぽくは見えないんですけど顔はか結構かっこいい方だと思いますねはい、えー、次ですステゴサウルスのフィギュアですねはいこんな感じです尻尾のねトゲがねちょっと特徴的というか背中の板もねステゴサウルスっぽくはないかなっていう感じなんですが、えー、ちょっと特殊なフィギュアですねこれのね緑色っぽいバージョンを昔持ってたんですけど えー、捨てられましたねはいこんな感じです、えー、色がですねえっとオーロラソースっぽい色にえっと黄,黄色じゃないな緑っぽい色そしてえっとオレンジっぽい色ですねはいこんな感じですここに若干ブツブツみたいな感じのね造形がありますねまあうと言いますかはい えー、次ですね恐竜ワールドジュニアのケラトサウルスですねこんな感じです、えー、これは最近のバージョンかなえー、っとねもうちょっとね濃い緑緑じゃないオレンジというか、えー、だったんですよ古いタイプは、えー、これは割と新しいタイプだと思いますねはい僕的にはね恐竜ワールドジュニアシリーズの中でケラトサウルスが一番好きですねまあアロサウルスと表記されてる時もあるっぽいですねはい、えー、こんな感じです えー、色がですね、えっと、オーロラ,ーソ,ースオーラーソースじゃないな、クリーム色っぽい色に、えー、オレンジで、えー、っとここに、ね、白っぽい色が、ね、ついてますねで。ここに灰色の塗装があります。はい、こんな感じですね、えー。次です、ディロフォサウルスのフィギュアですね。こんな感じです。 えっとこのシリーズは昔大型スーパーとかで売られてた恐竜フィギュアセットに入ってたものなんですがえー、っとねこれとねデイノニクスもあったんですよでデイノニクスもそうなんですけど、えー、っとここに歯が全く生えてないんですよねなんでなんかくちばしみたいな感じに見えますね、はい、でボディにはねプツプツというかなんかこう丸いね鱗のような感じのね造形がありますね 色がですね、えーっと、クリーム色、薄だい,だいっていうかな、えー、色に、えー、緑っぽい色がついてますね、えー。ベロキラプトルのミニフィギュアですね。これはサファリ社のものだと思います。色は灰色に、黄色っぽい色ですね。はいえー、これは海外サイトで昔買った恐竜フィギュアセットに入ってたパキキュアロサウルスですね。 恐竜ワールドジュニアを縮小化したような感じなんですが、ちょっと造形が違う気がしますね。色が元のプラスチックがピンクっぽい色で、それに、えー、青色がついてる感じですね。はい、こんな感じです。えー、赤いティーレックスですね。これはアニアアニマルアドベンチャーのものなんですが、えー、こんな感じです。 赤いとなんか結構悪人っぽく見えますよね昔「恐竜キング」っていうアニメがあったんですけどそれでも最初ごらへんはティラノサウルスは敵役で出てた記憶がありますね、えー、こうして2体比較するとこっちが元になったタイプなんですけどまあ色が違うだけで造形自体はそんな変わらないそんなっていうか全く変わらないんで、えー、そこまで差はないですかね、はい えー、ブラキオサウルスのミニフィギュアですね。これは確かセリアの恐竜フィギュアセットか何かに入ってたものだと思いますね。色は青色です。えー、ベロキラプトルのフィギュアですね。こんな感じです。えー、っとね、あのー、これと一回り大きいタイプとかもあって、多分何かのシリーズだったと思うんですけど、何に入ってたおもちゃかは謎ですね。僕はブックオフで買いました。はいえー、色がですね、 何色って言えばいいかな、オレンジっぽい色に、えー、元下の部分が黄色っぽい色ですね。で上の部分が黒っぽい色で、えー、目がね黄色ですね、はい。こんな感じです、えー。パラサロロスの骨格ですね、えー。暗闇で光るタイプですね。見えるかな、はい、こんな感じです。 でイグアノドンのフィギュアですねはいこんな感じですこれはね、えっと、西松屋さんの恐竜フィギュアセットで入ってたやつなんですけど多分このね犬牛類の仲間と同じシリーズだったと思いますねもともとはだからねこれくらいの大きさの恐竜フィギュアって結構あってよくブックオフでも見かけるんですよね、えー、色がですね元のプラスチックがクリーム色みたいな感じで えー、上の部分がピンクっぽい色ですね。そして黒っぽい波線がありますね。目は緑色です。はい、こんな感じですね。えー、これは最近僕買ったんですが、えー、っと、ベータだったっけなえー、っと、ベルキラプトルの子供ですね、ブルーの、はい、フィギュアですね。これはあの映画館で ドリンクを買った時におまけでついてくるような感じだったと思います、はい、スタンドが多分そういう感じですよね元のプラスチックは灰色で、えー、っと青っぽい色がついてますねはい、えー、ティラノサウルスのフィギュアですねこれは多分エスペランズとかいうメーカーさんだったと思いますね、はいえー、色がですね黄色で茶色なんですが造形自体は結構リアルでかっこいいですよね はい、こんな感じです、えー、ベロキラプトルのフィギュアですねこれはさっきのテーレックスと同じシリーズだったと思いますはいえー、っとーそうだなカラスっぽい顔つきのラプトルですけどちゃんと歯は生えてますね、はいえー、色がですね黄色黄色じゃないなえー、っと、緑っぽい色に、えー、黒とベージュっぽい色ですねはいこんな感じです さっきのね同じ T レックスなんですがちょっとね色の付き具合が違いますよねえー、トラコドンのフィギュアですね、まあ、アナトサウルスアナトティタンといいますかはいこんな感じですねえー、っとどれかなえー、っとさっきのイグアノドンっぽい恐竜と剣竜類っぽい恐竜とこれと多分同じシリーズですねサイズが同規格なんで ちょっと前にね、あのセカンドストリートに行った時に、330円ぐらいでなんか恐竜フィギュアセットを買ったんですよね、中古で。でそれに入ってたシリーズも多分同じタイプだと思いますね。はい。えー、こんな感じです。まあ、顔が結構特徴的ですよね。えっ、ー、と、恐竜のおもちゃでね、結構この、かもの端っぽい顔つきの恐竜フィギュアっていうのは、何度か見たことありますね。はい。 えー、色がですねえー、っと何色でしょうかね、えー、なんだろうベージュっぽい色かなベージュっぽい色にオレンジに、えー、ピンクっぽい色がねついてますね目は黒い点ですはいこんな感じです、えー、次ですねアンキロサウルスのフィギュアなんですがこれね恐竜ワールドジュニアと同じ造形なんですけど 目にね黒い赤い点がついててちょっとねあのー、違うんですよねあの恐竜フィギュアって今ダイソーで出てるシリーズがありますけどそれとも違う感じでですね多分何かの海外とかの恐竜フィギュアセットに入ってたやつじゃないかなと勝手に思ってますね、はい、色がですね、えー、と灰色に茶色っぽい色と赤い目っていう感じですね 最後ですね。えっ、ー、と、最近僕が買ったやつなんですけど、えっ、ー、と、ステゴサウルスのロボットカーみたいなやつですね。えっ、ー、とね、顔を出して、尻尾を出して、これ今車輪じゃないですか。これを回転させると、ステゴサウルスのなんかロボットみたいになるんですよね。こういう感じのおもちゃですね。まあ、割と嫌いじゃないですね、こういうの。はい。で、ここに鱗みたいなのがついてますね。 なんかゾイドってあるじゃないですかあのゾイドっぽいなって感じがしますけど、まあ、ゾイド自体そんな買ったことないですけどね、はい、えー、というわけでね紹介し終わったのでえー、と今回ね出していった恐竜フィギュアたちをこ、えー、この手前の方にね並べていきたいと思いますまあね立つものと立たないものがあるんで並べるときはね 結構そこら辺を気にしておいてますねこれとか絶対立たないですねよしと多分アロサウルスだと思うんですけど何サウルスか分かる方がいたらぜひコメントの方で教えてくださいこれも立たないなよいしっと ままだまだこっちにもありますね。あエスペランザの T レックスも立たないですね、これ。 アニアは安定して立ちますねさすがなんか日本のメーカーって感じですけどはいしょはい、えー、収まりきれてないですけど、えー、こんな感じで、えー、並べてみました、はい、今回もねいろいろなバリエーションの恐竜フィギュアがあってよかったなと思います、はい、最後にまあ印象に残った恐竜のフィギュアたちを何体かね 紹介し直し直て終わりたいいと思いますまずはね、こちらですね。ケラトサウルスのガチャガチャのフィギュアですね。ガチャガチャをね、見かけたときは、回そうと思わなかったんですけど、結構この造形がね、僕好みというか、アニアとはまた違った感じなので、多分造形師さんとかも違うんじゃないですかね。これのティラノサウルスもね、ちょっと違ったんですよね。はい なななのでいい、えー、いいんじゃないかなと思いますねただまあどうしてもね300円のまあ言ってしまえばチープトイなのでアニアに比べるとちょっと劣る部分はあるのでうん、まあ、そこが大丈夫であればいいんじゃないかなと思いますねはいえー、次ですね意外とこの金龍のおもちゃも良かったですねはいあとは このステゴサウルスですねなかなか嫌いになれないんですよねこのステゴあとまあアニアのね色違いの比較も、まあ、僕のチャンネルではあまりできないんでなんか新品のおもちゃをたくさん買うみたいなことはしないんでねあの比較できてね良かったなと思いますねはいえー、あとは このブラキオサウルスのおもちゃもねいいですよね首が結構ミニフィギュアの中では長くていいですよね例えばこのブラキオと比較するとやっぱりね首の長さ結構差がありますよねはいえー、あとはエスペランザの TX とかロボット恐竜のフィギュアですねこれを車に戻すと こんな感じです、ね、まあめちゃくちゃ簡単なトランスフォーマーみたいな感じですねはいあと最後はこれかなステゴですね、はい、ちょっとこれ倒れちゃいましたけどはいえー、というわけでね、えー、今回は以上になりますはいえー、まああのちょっとね恐竜のフィギュアとかを今整理してて あのー、もしかしたらね売るものとかもでう売るというかあのー、ブックオフでね逆に売るものっていうのもね出てきてるので売りたいものっていうのも出てきてるのであのー、まあちょっとね一旦整理が必要かなと思いますあのー、恐竜のフィギュアもね、えっと、この「フレッドの恐竜チャンネル」を始めてから集め直してですね結構数が増えてきたので まあ今回紹介したものはね、別に売ろうと思うようなものは特にないんですけど、うん、ちょっとね、整理必要かなっていう部分があるので、えー、とそこはちょっとね、まあ、おいおよい考えていこうかなと思います。はい。あとは、そうだな。あの、なんかね、最近あげた恐竜の箱に入った恐竜フィギュアシリーズの動画がね、一本すごい伸びてて、自分でもね、びっくりしてるんですけど、なんか需要があるんですかね。なんかあのー、 視聴者さんのあのー、上位参加国みたいなの見たらてかアメリカとフィリピンとインドネシアだったかな、えっと、インドネシアとフィリピンはわかるんですけどアメ,リカ、うん、アメリカが上位に入ってるのは結構珍しいんでね個人的に意外でしたねはいまああのー、ぼちぼちね、あのー、自分のペースで頑張っていきたいと思ってるんですが もうすぐね、6000に行きそうなんで、そこをメイドに頑張っていきたいですね。はい、えー。今日はそんな感じでしょうか。はい、えー。僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん投稿してます。えー、まあ、自分のペースで不定期更新って感じなんですけど、恐竜好きな方がね、楽しめるようなものを、えー、頑張ってね、作っていってるつもりですので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 はい、今日はそんな感じです。はい、えー、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。